おはこんばんちは、ちゃんまつ .com です。E257 系の交尾車が余っていますが、今回は連結器はつけません。代わりに交尾車を先頭車に、先頭車を交尾車にしたいと思います。では、行きまーす。先頭車、交尾車のカバーを外します。カバーの裏を見てみましょう。5箇所に接着の跡が見えます。取り外してみると、こうなります。どちらも、構造は同じのようです。では、入れ替えて、取り付けてみましょう。どうでしょうか？違和感がありませんね。交尾車が、先頭車に、変身しました。既存の車両と、比べてみましょう。側面の模様が、気になりますが、走らせてみましょう。ご意見、ご感想などございましたら、下のコメント欄にてご連絡ください。他にも、Twitter や Facebook もございます。人気動画や関連動画は、下の概要に記載しておきます。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。